少女歌劇団ミモザーヌ1期生の石橋優です。成長できたことは、入る前は少し内気なところとか、前にどんどん出ていけない気持ちとかあったんですけど、入ることによってそのメンバー の, 関わりだったりとか、その礼儀とかを学んだり、発散する表現のレッスンとかなどがあるんですけど、それで自分をの殻を破って前に出るっていうことを学んで、そこが一番成長したポイントかなと思います。でも本当にたくさんあるんですけど、やっぱり基礎から学んだりだとか、あと個性がとても豊かで、絵の具パレットにもう何色のメンバー一人一人違う色があって、本当にこれは絵の具パレットみたいな劇団です。やっぱり何事にも楽しめる、やる気のある子が入ってきてほしいなって思ってます。